畳の匂い。あっつ。蒸し風呂やで。うわ、すごい。音符、音符ちゃうわ。一回窓開けて。うん。入れながら。すごい、サウナや。えぐいえぐい。サウナ、サウナ。えぐい。あ、でもいいやん。テレビもついてる。あ、そう。あ、ほんまや。ほんまや。熱い。やっぱ。すごい。すごいけど。綺麗。冷房ね。マックス。風はね、なんかスーッと冷たいな。あ、16度下がる。こう、このクーラー橋は。のりちび、うん、ちび、ちび、あまい、あまい、ちび着いたよ。ほら。楽しむぞ。はい、乾杯。はい、頑張れ。あ、ちび、ちび、やめて。なんか怒られてるやん。あ、ちび。だんだんのちりそれ。出られへんで、そっからもう。網突っ込んでた今。やぶんで、あいつ。うじゃん。やばい、やめて。なんかめっちゃ楽しそうやで、うん、急に。どうかな。なにこれ。オリルランタン。もうちょっとちっちゃいやつが欲しいって言ってたから。マジで。うん。サンキュー。これ何？それであれちゃう、入れるんちゃう？燃料。燃料あるやろ？あるね。うん。これに入れんの？ね。わからん。別に。すげえ。うん。真鍮っていう金属かな。うん。あの五円玉も真鍮の合金やけど、五円玉ってずーっと。黒いやつって色すごい黒ずむやん、うんうん、あんな感じ色変わってくるから、うん、でまた磨いたらこんな気になるんだけど、うん、読んで。何歳ですか本当は。どういうこと。生まれてすぐのあんたを見た時綺麗ってパパと叫んだのは夢だったのか。って何これ。ひみ漁港の近くの道の駅で買ったお刺身醤油、うん、あの漁港、あそこで買うたってこと。あれ漁港氷見、道の駅やろ。あ、道の駅氷見で買った醤油、うん、まあまあ氷見の醤油やろ、うん、美味しい。これ何やったっけ。え、石台工房。石台工房か。ほぼ正解。うん。ほぼ。で、石だよ。
イシダイも美味しかった。イシダイはうまいよ。コリコリコリのはず。なんだっけ、あ、覚えられない。ほうぼう。初めて食べる、ほうぼう。俺もほうぼうの刺身初めてかもしれない。うまい。ほうぼう甘い。うん。イシダイは脂っぽい。ほうぼう甘い。マミ好きちゃうか。イサキさんみたいな感じ。で、おこぜ。おこぜなんかよく言う。だからどこ持ってんの、ここのトゲだけや。身は大丈夫だ。うん、ごい弾力。何してんの、ボボ。これ狙ってんやろ、これ、これ、これ。全然臭くない。君？一人だけなんか偉い子がおるよ。どうやろ。主やん。あそこ気に入ってんな。あ、すいません。見張ってるんですね。だいぶ涼しくなってきた。あ、俺ほぼ一番うまいかな。でも全部うまいな、やっぱり、最高。くつろいでる。どうやったらあえて足動かすの。面白いな。濡れたキッチンペーパー。じゃがいも、くるんで、くるんでから、アルミホイルでぐるぐる。長っ。焦げるからさ。あ、骨何重にも巻くの？20ぐらいにしとこうかな。それさっきあのキッチンペーパーと銀紙にくるんだじゃがいも。そう、もうできてると思う。切ってみるで。サックとか言ったりしてあれ、あ、うわ、あ、怖いな、えぐい。これ絶対うまい。栗みたいな。え、このここの焦げ皮どうしたらいいの。むくん、むく。わ、あの、それ剥いて塩で豚。あー、美味しい。塩あるで。あの岩塩だけ。岩塩だけで。それはダーが好きなように食べたいよな。これでもいいやん。なんか塩系だけで簡単なのになるじゃん、それ。すいません、チビチビ、ちょっと待って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 、ちょっと苦労してもらえ。待って、これはうまいな。この醤油もうまいな。美味しいな。いらん。まさかのいらん。あっちかった。あっちないよ。どこ持っていく。ベッドあっちやで。あ、暗闇行った。やっぱ隙間みんな好きやわ。
くんもあれやっとったで、これなあ僕なんでそんなに見るの、少し狭くない収まってますけど。そうなん、うん、手触れてますけど何待ってんの、じゃがいも、じゃがいもマン、危ない、怒ってんの、めっちゃ見るやんかわいい、こっちからも撮ろう、うん、マヨネーズも一緒やばいな、ウフフフ大丈夫かな、めっちゃ可愛いせまないトゥンが来てんちょっとやるよな